しかも人気ない店がいいですね、僕らは。これが馴染む店なんて、そうそうない。一番目立つのは僕ですからね。色味がね。本当に。はい、あと怖いのが、もしかしたら素なんじゃないかって思う。なわけないでしょ。誰も思わないですね。あとで言いますけど、みんなそれぞれ反省点あります、ね、オープニングで。叱る、叱るよ、全員を。いいよ。本当に。関係者込み。今来た。制作込み。はい、制作込み。じゃあもう奥さんがリーダーでいいっすよ。いや、嫌だ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 。それも叱るっていうのはリーダーです。その辺も考えなきゃ。その辺も考えよう。そのもう回し役がもうふわふわしてる。もう企画も軸もブレブレだから、もうないから、そういうの。それ決めましょうよ。決めなきゃダメ。今日決めるんですね。今日もうすぐ決める。5分後ぐらいに。やすって腰痛い。笑うと腰痛いから。これは勝つのが目的ですよね。そうだよ。とりあえずそれだけですよね。そう、僕らが勝ってクオカードをプレゼントする、うん、っていうだけですよね。そうそうそう。でも負け組が呼ばれたわけでしょ。そうなんだよ。だからもういろいろミスってんだよね。ジロー、リノ、ガリゾーぐらいの勢いよね、うん、だったら説得力があるけど。そうだね、だってこの時期に素でさ、そろそろ番長3を覚えた方がいいんじゃねえのとか言ってる奴らですか。奴らだよ。いや、わかんないっすよ。じゃあやめようかみたいな。マジでカメラさんいなかったらただの変態っすからね、これ本当に。俺この50歳になってこんな恥ずかしめ受けるって思わなかったよ。もう仕事じゃないよこれ。変なプレーだよ。ここがマイジャグ。そこじゃないですか。なるほどなるほど。時差オープンだ。なるほど。ってことは寝台系はダメなのかな。窓間際反逆は空いてますわ。なるほど。吉見行きます。吉見やるか。じゃあいいっすよ。俺どこでもいいっすよ。うん、どこでもいいよ。じゃあ座ります。沖さん来たがってたけど。花がいっぱいあるんだけどね、一応ね、吉宗をね、取れればと思ってるんですけれども、いや、多分無理だよな。寝台で人気あるもんね。あれ座りますね、角空いてますよ、空いてますよ。空いてたんすね。空いてる、空いてる。じゃあ、いや、角座るならいいですよ。3年養分、3年養分やんないんですか。いや、いいっすよ。頑張ってください。出た、ほら。また後で、また後で。だって、台を取ったんだから、あなたがおかしいじゃないですか。俺変な人みたいね。俺が悪者になるよね。悪者じゃないです、仲間ですから。いや、大丈夫、俺一回あっち行くから。あ、そうですか。本当に。じゃあ、そんなことあるかな。いや、もう朝から並びは無理だよ。いくら仲いいっつってさ、それはいいわ。そんなことある？並びたくないんですよ、本当に。何なんだろうな。何気にね、数字がですね、悪くないです。数字というのは稼働が悪くないという意味でございます。ここ行こうかな。彼らはいつどこで生まれたのか誰も知らない。日本中のパチツロで巻き続ける養分たちの怨念が集まり、3つの生命体が生まれた。彼らは人間でもなければ動物でもない。だがその体の中にはパチツロで勝ち続けたいという熱い血が隠されているのだ。彼らは人間になれなかった養分人間。私の鞭を受け。何言ってんだよ急に。奥さん、はい、肩上がってなかった。もうやめましょうよ。いや、何がですか。四連勤かなんか分かんないと。ストレスを僕らにぶつけるのやめてくださいよ。ずーっと朝からそれじゃないですか。はい、もうずっとやっております。ついに鞭をゲット、2話目にして。そうです、ね、ようやく鞭がね、届きまして。音聞こえます。聞こえます。俺こういうの好きです。嬉しいですね。
さあちょっとずつ座ってグレードアップしてグレードアップして僕もあの奥さんに言われて、はい、乳首見えないようにって、はい、トレーナーにしたんですけど若干ですね、てもうやめて。でこれはだからもうしょうがないですよ、朝陽気を感じてもらって、はい、すいません。でももう牛尾さん相変わらず、はいはい、いい感じの、はい、もう本当にスタイルが台無しのあのブカブカのズボンということで、ただそうさっきこのカメラを回し始める前に、はいはい、向こうからすごい出立ちのお父さんが来て、はいはいはい、声かけていただきました。妖怪人間だよねって、うんうん、僕で認識したらしいです、はい、ねありがたいことで、だからここじゃなかった、パチスロー関係なく話しかけられましたもん、ね、そうですね、妖怪人間の格好だよね、そうそうそう、そう素晴らしかった、素晴らしい、ありがとうございます、嬉しいです。さあ、はい、これ反省会ですよ皆さん、言ってましたね、はい、何を反省するんですか僕は。全部ですね、何が悪い、この番組の全部が反省だと思うんですよ。まず何がいけなかったんですかね、はい、俺一人一人言っていい、マジで、はい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 、牛尾さんは負けすぎっすよ、あれ負けすぎっす、はっきり言って、まあはい、10枚目の1万円札をさジャグラーに入れたことある、台無しっすわ、はい、あれでこの際プラスマイナス1000枚につき1枚とか、いやダメ、ルールはもう変えない、勝たなきゃダメってことですよね、勝たなきゃダメ、1000枚に1枚は変えないよね、うん、これは変えないよね。まずじゃあウッシーはもう負けすぎ、はい、でクリさんはカメラさんの目を見すぎ、これね俺珍しくオンエア見たんすよ、はい、1話と2話、はい、したらねもうクリさんがねすんげーカメラさんの目を見て喋ってる、一番嫌いな人ですからね。うわあ！それには僕2つあります、理由があるの、はい、ほうほう、1つはカメラを見るっていうのはちょっと恥ずかしさもあるんですよ、あーなるほど、なんか自分に自信ないじゃないですけど、はいはいはい、でもう1つは、うん、この番組の不安がを払拭したくてカメラさんの様子を伺ってました。なるほどね、俺は何をしたらいいんだと思いながらずっと、なるほどね、俺はこの番組で何をしたらいいんだカメラマンさん大丈夫ですかっていう意味でカメラマンさんの目を伺っておりました。あとはもう制作サイドのに一言言いたいのは、はい、実写が汚すぎ、はい、カードとかの特にあなたの顔、はい、オープニングの、はい、もう俺生理的に無理なんか変な白目向いたようなあれもう気持ち悪くてってさ、いやもうでも加工されないと思うんですよ。それはだからめんどくさい。言ってくれれば やりますよそれ。絶対やんないよあの人。もうめんどくさいって顔してるもん。いやいやいや僕にもあるんですよ実は。なんですか。僕はいつもはい、ミニポーチをはいはいやってますね。やってるんですけど、それがボコって出てて、はい、気持ち悪かった。だから今日はその反省を踏まえて撮ってます。なるほど。完璧に、はい、だから俺だけ完璧ですもう今日いやそれは俺らも言われたから治りますよ、うん、本当に、はいはい、でもねトータルして正直面白かったいやそうでも俺見たコメント見ましたよ、ね、でコメント欄を見た一番多かったご意見が沖さんよくやったよねっていう、ああ本当ですか、これをそう、あそうですか、俺嫌いじゃないですから ね、はい、ねでも基本断るじゃないですか、そういうの基本あんまやないですね、はい、でほら基本何でも断るじゃないですか、何でもってほら何でも断る、ね、響き悪いわ、はい、そんなコメントはあったんですか。いや非常に温かいコメントが多くてですね、ありがたいですね、ありがたいですよ、はい、ジャンバリさんのコメント欄は本当場合によっても大変なことになってますそうなの、ね、そうなんですね、ラッキーってこと俺らは、いやだから本当あそこがもう世界の中心だと思っていただいても差し支えないです。ああ本当ですか、はい、リーダーを決めたいの。それいやもうリーダーじゃない。いやいやいや、絶対反省だっつって。いやもういやだって、だって奥さんをこのジャンバリの中に担ぎ出すために俺ら利用されてるだけだから。そうですよ。そうですよ。奥さんがそんなことないよ。心地いいメンバーを選んだだけでしょ。そう、はい、それはあります。確かに、うん。でも僕が仕切るとか嫌なんです。で誰がどうこうっていう役割が、役割が欲しい。役割が欲しいのよ、はい、本当に。あるなら。いやいや僕だって一番後輩でやっぱ兄さん方のあれをそう後ろを追っていきたいっていう気持ちはあるんで、ああなるほどな、はい、でやっぱいや俺自分がさな複数の人でやってる時にそれはもう年が年なんで MC 的なのやることあるけど、はいはいはい、見返すたんびにはひどいなと思う本自分で思うんですか、本当自分で思う、俺はダメだと思うもんねじゃあ本当にガチでやるよ、いいですよいいですよ、はい、いきます、
牛尾くんがいいと思う人。はい。栗さんがいいと思う人。はい。僕がいいと思う人。はい。はい。結果は。すげえ。すげえ。すごい完全な養分トライアングルじゃん。すごい3組じゃん。じゃあいいじゃないですか。じゃあいいや。これでじゃあ MC 不在ということで。そうそう、じゃあいい。そうしましょう。すごい1対1対1。え、ちなみに俺はウッシーって。俺クリです。僕は沖さん。すごいっすね。すげえ。全くね、予定してなかった結果だね。これはバランスが絶妙な。バランス絶妙ですね。この3人すごいかもしれない。面白い。面白いね。じゃあもう自由に。じゃあ自由にやりましょう。とりあえず勝てばいいですもんね。勝てばいいです。 OK です。 OK です。じゃあ行きますか。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。今日は頑張りますよ、本当に。あの、じゃあ最後、あれ、あれ継続ですか。あれはもうさっと決めてる。さっと入れてる。早く人間になりたいです。はい、行ってみましょう。なんすかそれ。無知。嫌だな。肩が上がってないんだよね、もう。どっちで当たることが多いの、こっちとゲーム数と。ゲーム数ですね。ゲーム数の方が多い。なんか設定が高い方が、はいはい、そのポイントで当たるんじゃないかと言われてますけど。ダメ、全然当たらない。あ、モード A 指定かもしれないです。画面がそんな詳しいの。いや、なんかね、あの画面を見なくて前見たんですよ。ほうほうほう。多分モード A 指定じゃないかな、あれ。そうなったら660とかなんで、確か天井が。ちなみに、はい、あれだっけ、あれ ABC とかあるんだっけ。そうです、そうです、そうですね。通常 A 否定なんで僕は B 以上だな。したら何、当たったら天国に行きやすいとかどうだ。いや、だってそれはないんじゃないですか、有力感の問題で。どうなんだろう、ちょっと分かんない。多分それはないと思います。それはない。多分あれじゃないですか、ありえない。 B だったら660天井で、うん、C だったら300台で当たる。ああ、天井ね。あ、そういうことね、はい、基本天国見たことないですよ。見たことない。はい。幻？幻です。幻。幻。あ、今日ちょっと引いてるんですか？調子悪い。いや、俺調子悪いです。調子悪い。はい。完全に調子は良くないです。まあ、詳細が出てないですもんね、今ね。あ、でもなんかほら、分かんないぐらいの方が面白かったりしないですか？まあ、確かに、そうですね。ね、まあ、もう当たるまではこんな感じです、ずっと。え？当たるまでずっとこんな感じですよ。奥さんも来ればよかったのに。うん、いや、三連養分の方がね。奥さん、はい、奥さんなかなか三連養分成功しないからな。だから、そうだね、だってなかなか来てくれない。だから奥さんが選んだ台の脇を固めに行かないと。あ、まあそうですね、実現は難しいから。それしかないですよね、うん。おお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 、それレア役じゃなかった。レア役？レア役じゃなかった。熱いじゃないですか、さすがに。ああ、そういうことか。ジャックチェリーで書き換えもあるらしいんで、強チェリーだと 25% って書いてあったんだよな、確かに。おおおお、今ちょっと熱かったかもしれない。なんかゲーム数ですか、200。え、ゲーム数ですよね。うん、あ、こっちでポイント入ってないよ。あ、なんか気持ち長いような気がするんだけど。ですよね。200のところでいったら通常 B、 もしくはそうか、通常 C ってのもあるのか。まあ朝一だから、ほらほらほら、これ当たるな。当たったじゃん。当たったよ。朝一だからやっぱいいとこにいたんかな。いや、おめでとうございます。さすが、前回の恨み晴らすべき。いや、これはいい、美味しい。ほら、いいよ、8000円。いいっすね。
あそうあだからここなんですよ、結局ここでビッグのフラグを引くか、そこまだです、ナビが来ます。あ、ナビまでレギュラーを引くかなんですよ。なるほどなるほど、それはもう、まあ、自分次第と言われておりますけど、自力、まあ、ここで決まってない、決まるとは言われておりますけどね。だ本当にそこでビッグだったらもう全然まくれます。それでビッグじゃないともう何もできないです。ビッグじゃないと何もできない、もう何もできないです。いや心穏やかにね、心穏やかに。あーお上手、素晴らしい、今日はやれる。牛尾さん大丈夫かな。いや、やれますよ牛尾さん。9万負けてジャグラー打たなくても大丈夫かな。いや大丈夫です大丈夫です、さすがで3個 その特化ゾーン、まあ、1個はその中盤なんだ2番目にいいやつが来るんで多分。なるほどなるほど、全部ダメなやつは来なかったはず、うん、そう、それキャラ選んで巨大モードとかもあるんで。これはどうすればいいですか。あのまだ分かんないです、まだ分かんない、ここからのモードどこ行くか分かんない。これこれ15台のよりはめちゃめちゃいいやつ。あれこれ全部いいやつだね、満了ランボも確かいいやつだ。これが 2個目のやつですね。2個目のやつ、Gサマーとか売ってました。 G サマー売ってたよ。あ、そんな感じです。だからあのここでこれ引けばいいみたいな、スプラッシュ的なやつ。そうですそうです、なるほどなるほど。いや多分出たら分かると思います。はい、で今銃持ってるじゃないですか。銃持ってる。だからここ2択当てればパワラを成立させれば、あの取れれば銃もらえます。なるほどなるほど、はい、こんなの重要そう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 。で、あのダメなのが出てくるときあるんですよ、はい、その時にタワラを取っちゃうとダメなんです。ああそのダメが3個になったらもう終わり。あ、なるほどなるほど、はい、3回までミスれんだ。そうですそうです、復活もあるんです。このあこれですね、この三角のやつ、はいはいはい、123ここはもう取らなきゃダメ。そう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 。いや面白いです。これこの突破ゾーンめちゃくちゃ面白いです。いや、うまいじゃないですか。二択得意だったんですね。得意。これあ、レアクリスレアクリス。あーレアクリス。いやこれで書き換えてくれるというか、あの黒い人が来たじゃないですか。はいはいはい、はい。いろいろやってくれるんで。これ、はい、レアクリスなんで。次が越後屋なんですよ。だって越後屋がダメなんですけど、はい、どうかなるのかな、レア役の効果が。あーダメだ、これあ当てちゃうとダメ。揃わなければ OK。 そうです、あリプレイダメだけど、まあ、上乗せももらえます。あただ1個削られるんで、はい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 、ライフが、はい、この次が越後屋。あでも変更してくれた、その位置が30になってる、はい、クロイチがいるんで変換してくれましたね。あーダメ、やばいじゃないですか、やばい。あーあー、でも復活があるか、ダメ。何してるんですか、これで終わり。終わりで下手すぎますよ今の。これダメなの、下手ですよこんなの。だって外さないと越後屋。そんなに攻めなくてもいいじゃないかよいやいや攻めますよ、ここで頑張らないでいつ頑張るんですか。え、これだいたいどのぐらいいけばいいの。いやいや全然120はちょっと少ないですよ。それは何を基準にいや経験です、経験上、はい、あの他はもう一撃とかしか残ってない可能性高いんで、弱いやつしか。じゃあここでいっぱい取らなかったら、そうですね、400とか。それ先に言わねえから。え、それ言ってできたんですか。いや、できたかどうかは分かんないよ。ここ何してるんですか。でもあと2巻でしょ。あります、そっちで、まあ、そっちで頑張るしかないです。あともちろんあの吉宗の1ゲーム連もなるほど、ね、ありますので、うん、なかなか来ないですけど。これめっちゃ少ないですか。走ってください。だから自分そんな言わなくたっていいじゃないかよいやすいません、はい、いや僕も熱くなっちゃって頑張るんだけど、あともう2個だからね、はい、でこれこれを消化したら行くんだね。そうです、でもちろん消化中に上乗せとかもあるので。なるほどなるほど、はい、
初代を楽しめたい人はここ長押しすれば初代モードになったりします。長押しすれば、はい、懐かしい。それはああこっちの方がいいな。そうそうそうです。あっという間に終わっちゃうのこれ。あっという間だね。いやマジで俺今まで見てなんか再生枚数叩き出す可能性あるんだよな。マジでさすが養分だな。いやビッグは面白いですよね。面白いやってる感じ。そうなんですよ、うん、まあ、結局これに集約されてるんですべてが。確かに吉宗感はありますね、はい。ああいいですね。このビアがさっきと同じ、はいはいはい、はい、見覚えるこれが一番下のやつですね。一撃のやつです。多分一撃でしょ。ほらそれはだって なんでこれなるかって言ったらさっきで頑張んなきゃなんなかったから。まだ言うのそんなに言わなくてもいいじゃないか。いやいやそんいやでもいやびっくりしちゃったんで。本当にあれあんな一号屋の時揃える人だと思わなかったんで。そんな罪深いことした俺なになに。いやまあこれで頑張ればいいんで。いやこの年になってそんなもん怒られることがねえからさマジでか。いやだから今日はやっぱ4分人間勝ちたいので。僕はもう良くないですけど。そうだねそうだね、はい、頑張ってください。これはねこれがどんどん乗せていくんですよ。あ遊戯説明ありますよほらこれ押せば。ほらレバーで上がっていくわけね。そうですそうです。なるほどなるほど。基本でも100でしたけどね。ほら今それがアップっていうのだったらそういうことか。そうですそうです、まあ、じゃあこれはもう100枚ってことね。しょうがない。そうですそうですそうです。じゃあ一撃はこんなもんですよ、はい、俺300枚台とか見たことないですよ吉村のビッグ。本当に日本記録ジャパンレコードジャパンレコードわかんないあるかあるありますよ。いやそのだから大体どのぐらい取れるか俺僕も知らないからさ。まあまあまあ600枚、700枚ぐらいは600枚ぐらい出るんでしょ。イメージですよイメージね、はあ、弱くてもあっという間だな。姫俺一回も選んだことない。まあ一通りやるか。一回も選んだことない。え一回も選んだことないんで分かんないです全く、うん、まあ、あと告知なのかなやっぱり。まあ、SP がいいんでしょやっぱ。あそうだね SP の方がいいだろうね。おい SP だチャンスありじゃないですかこれ。チャンスあり。いやそうでしょ。いや知らないですけど多分こっちの方が偉いでしょ。 SP の方が安いってことはあってはいけない。絶対ないでしょ、うん、だとしたら大東バカですよ。電話する俺したらですよね。なんで SP を安くしたってなりますか、うん、いやこれ後ろだ吉宗がくれたチャンスですよ。マジで。はい、いやいや絶対そうですよ。そんなどういうシステムか俺分かってないですけど。姫は頑張ってください。ここで500枚ぐらい取るかじゃあ。そうですね取りたいですね、うん、ハートの数だけ上乗せ、はい、いやこんな大事な時になんで誰も知らない姫を選んだんだろうって。いやじゃあほら一通りやってみたいじゃん。まあ確かにそうですね、はい、すげえ乗る可能性あるな。おなんか大事そう。ダメなのかな逆に。どっち大事そう。いいっすね揃ったよ揃ったぞ。ああこれ取るわけか。これ白だから安いねですね。ああ緑になった。ああいいじゃないですか。あやばい。弱くないですかまた。大丈夫ですか。あのねこれで強いってことは多分ないと思うな。ですよね、うん、大丈夫ですか。あ、牛尾さんやばいっすって。2個目のやつでそんな人何本っすか。何枚っすか。86枚と。マジクソ養分じゃないですか。え？クソ養分ですよ。クソ養分。
養分のクソってこと。いやいやいや、もうじゃあ僕がビッグ入れたら見せますよ、ビッグコールが取れるんだっていう。そうだから漢字が分かつかめないんだよね。ですよね、はい、それは僕も悪かったですよ、はい、多数値の方にそんなこと言うのは良くないと思いますけど、はい、俺、はい、この吉宗が流行った、初代が流行った頃に、はい、このトランスがちょっと、はいはいはい、来たじゃない、うん、俺このトランスのパチンコパチスロの題材にした CD があるのね、はい、僕それで CD デビューしましたから。俺聞いたことあります、それ。なんか 2枚2枚しか売れなかったんですか。違う違う、え何すか、何すか。2枚しか売れないってことないだろ。いや2枚って何すか。2枚出したってこと。そうそうそう。あ、聞きたい。男の勲章と、はい、あとなんかもぐもぐ風林火山の歌、それのトランスバージョン。後ろさん一人ですか。最初しんのすけさんとやったの、はい、で、しんさんは一発目で心が折れて。でしんさん心折れることあるんですね。で俺は2枚目で心が折れた。あ、いや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 、あ、でもそうか、1ゲーム連がもしかしたら、うわ来たら熱い。ダメダメ、これで終わりですかね。ダメですね。436万、まあ、まあ、まあまあまあ300台じゃなかったから格好はついたんじゃないですか。300台はダメなのね。いや見たことないですよそんなの。400台はじゃあ平均点。平均ではないです、平均ではない多分。いやだから、僕がビッグいたら見せますよ、こんぐらい出るぞって。吉宗のマイナスイメージでしかないから。そんなでも栗全然当てねえんだもん。当ててからだろまず。確かにそうですね、そうですね、僕が言う権利はないです。そうだよ、はい、すいません。さあ実戦開始でございます。もうね、いつまで打てるかわからないということで、オキドキちゃん、行きましょう。ガッツ。お店の雰囲気的におそらくリセット入ってると思います。まあこの台がもし引っかからなくても、1回当たるまでは、あるいは1回上がるまでは打とうかなと思いますが、はい、そんな悪くない気がすんだよな。お、いきなり14ゲームで共通ベル、高設定の証ね。気休めだけど。さあ50ゲーム消化して1回も光らずということで、おそらく朝一のモーニングは逃したなと。まあ、だからなんだっていうことだよね。行きましょう行きましょう、続行。はい、なんかですね、置き時の横に花々の島あるんですけど、なんかいいぞ、なんかいいぞ、全体的に。これ置き時じゃないのかもしんない、ひょっとしたら。うわ、よくないっすね。置き時はね、だいたい7000円までなんですよ、経験上。うん、勝つ日はね、7000円以内に光って、そこからつながるよね、なんやかんやで。これが7000円目です。いやー、もう絶対負けるよね、今日ね。正直でもね、お店はね悪くないと思う。多分負けるんだけど、お店は悪くないってマジで思うわ。お世辞とかじゃなくて雰囲気がいいもん。俺今日は8万しか持ってきてないんすよ。いつもね、もうちょっと、常に仕事なんでね、パンクだけは避けたいということで、それなりのお金を持ってるんですけど、ちょっと錬金がこうずっと続いてね、財布をこう触る気力すらなくなっちゃいまして、
今日はね8万円だと思うんです、持ってきたお金が。なんか足りない気がすんだよな。前回牛9万ぐらい負けてたもんね。あー来た、ほら158ゲームビタ押し、ビタ押し20コマ滑りで、ほらビタ、まあいいでしょう。ほら7000円目じゃん、そうじゃん、言ったじゃん俺、ほんとすげえな俺。まあでもこれは繋がんないよな、さすがに。なんだよ、チャンスチャンス、いやうるせえよ、もうあっち行ってよ。チャンスすごいじゃないですか。若もうあっち行ってよ、マジうざいんだけど。花が朝から絡みたくないんだけど、もう黙って、応援してるんで。うるさいよ、うるさいよマジ、私の無知を受け。もう行けよ、もうマジ。もうこれが次32回以内に当たったら天国ですからね。はい、ありがとうございます。知ってるよ、頑張ってくださいね。分かった。もう行けよ早く。うぜえわー、うぜえなーこのマント、マジこれさ、マジさ、メガネかけてマスクみたいのしてマントをやるってどんだけストレスあるか分かります？やってみ、ものすごい、もう俺ストレスかかると耳痛くなるんですよ、めっちゃもう耳痛いもん。はい、ラスト優勝会社、これ上がったら俺今日勝つ、アロー最高。ただね、1回目は多分上がらないと思います。ここではこの後の初当たりが大事なんで、まあでもワンチャンあるけどね、お店的には全然ワンチャンワン上がり あると思います。はい、10ゲーム11-16まではあるから、ほい、16超えたら若干ピンチ、13-14-15、遅れ遅れない、16、はい、まあまあないか、次頑張りましょう。32ゲームです、これが。はい、終わりましたと、通常モード確定と。おお、見てこれ、これ取って、これクレジット残り2枚、つまりラストゲーム、投資7000円の、すっげー、自動で止めよう、嬉しいわー、よし、おはようございます、おはようもんでございます、すげー、やりましたね、47ゲームほい、このボーナスが一番大事ですね、ここで上がったらワンチャン6あるんで、本当に最後、さあラスト優勝、俺多分今日は一味違うと思う、よいしょ、今日の展開は一味違うと思いますよ、僕ら3人。よし、あぶねー、よかった。でもだからどのぐらい出るのかちょっと見せて、すげえ言ってきてたからさっき。結構根に持ってるかもしれないです。
来たー、虹上がったー。